立憲民主党党運幹事会第107回衆院愛知県第15区に新人の小山千穂さんが公認内定。2024年10月30日協議議決事項対策委員長。東区州福祉選挙対策委員長は第50回衆議院選挙に向けた候補者の公認内定について定義し、協議の上で議決しました。第50回衆議院選挙の衆院愛知県第15区の公認候補として新人で元川口市議会議員の小山千穂さんが内定しました。